日本鹿児島県鹿児島市霊水町霊水町は鹿児島県鹿児島市の町。旧鹿児島県鹿児島府下冷水通り町。鹿児島市霊水通り町。郵便番号は892-0855。人口は1074人。世帯数は573世帯。霊水町の全域で住居表示を実施している。鹿児島市の中部に位置している。域の北から 東方は西坂元町、東南は軽海尾町、南方は長田町、西方は城山、北西は玉里町に接している。町域の西部にある冷水水源地は、京方8年に島津警報が約1345メートルに渡り石区田やトンネルが建設し、鹿児島城に送水していた。また、余った水については城下に送水されていたという。 霊水町という町名は、殺具備地理参考によれば、過去一軒三尺もとなる塩基石の井筒を置き、生鮮棒の底より湧き出す。深さ四尺ばかりなり、四地増減なく冬暖かくして、夏限なり地名を霊水というと記されており、冷たい湧水が湧き出していることに由来している。明治時代の初期より、鹿児島深のうちに属しており、霊水通り町と称していた。 1888年に交付された市政に基づき、1889年2月2日に官報に掲載された市政施行地によって、鹿児島が市政施行地に指定された。3月5日には、鹿児島県令第26号によって、鹿児島郡のうち50町村が市政による鹿児島市の区域と定められ、4月1日に市政が施行されたのに伴い、 鹿児島郡50町村の区域より鹿児島市が成立した。それまでの冷水通り町は鹿児島市の町、冷水通り町となった。1899年1月9日には町名の解明が行われ、冷水通り町から通りの字を取り、冷水町に改称した。1976年7月5日には城山地区において住居表示が実施されることとなった。 住居表示の実施に伴い町域の再編が実施され、城山団地として造成された区域にあたる総無田町、たまり町、長田町及び冷水町の各一部の区域より、城山一丁目及び城山二丁目が設置された。九百八十三年一月三十一日には、冷水、たまり地区で住居表示が実施されることとなり、坂本町の一部を冷水町に編入し、 同時に霊水町の全域で住居表示が実施された。1984年1月30日には上野原団地、霊水団地において住居表示が実施されることとなった。それに伴い、町の区域の再編が実施されることとなり坂本町、霊水町及び下石町の各一部より西坂、本町が設置された。以下の表は、 国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校の学区は以下の通りである。ありがとうございます。